今回はカメラを買いました。ニコンの D5500 のレンズキットです。今撮ってるカメラが D3100 で 35mm の単焦点をつけて撮ってます。このカメラを選んだ理由なんですけど、まあ今使ってるのがね、同じニコンっていうのがあって、レンズとかをそのまま使いたいのでニコンを選びました。特にね、 D3100 と D5500 だとバッテリーも同じっていうことで結構共通して使えるものが多いんですね。なので D5500 を選んでみました。で、まあ今回買い替えた理由なんですが、今使ってるのが動画が最長で10分しか撮れなくて、マイクもつなげられないので結構不便なんですね。なので買い替えてみました。で、もう本体出してあるんですが、こういう風に振動式っていうんですかね、レンズに、ズームレンズになっています。ピントリングも独立して動くようなタイプになったので使いやすくなりましたね。あと追加で買ったものがこういう UV カットタイプのレンズプロテクターになります。最近のレンズは中のレンズがガラスじゃなくて樹脂でできてるので、あまり紫外線はよろしくないと思うんで、紫外線カットタイプをねおすすめします。で、あとレンズの裏蓋を買いました。まあこういう後ろ側のレンズキャップなんですけど、まあ、純正でついてくるのがね、こういうロック機構も何にもついてないただのカバーなので、ちゃんとしたねキャップを一つ買っておくといいと思います。それともう一つレンズフードを買ったんですが、まだ届いてないです。あと液晶の保護フィルターを買いました。液晶の保護フィルターはねもうつけてあります。で、液晶の保護フィルターとレンズプロテクターと、あとここにね目が悪いんで補正用のレンズをつけてます。で、バッテリーも予備で持ってる分と今使ってる分と本体に入ってる分で、まあ、3つになりましたね。